はい、もうねこの日を待っていました。実はですねこちらの木村さんの、白金ピアノスタジオというところから配信をしております。もうね木村さんのお人柄でねもう初めてねここに来たのが2019年の11月なんですけれども、その時に一回ね弾かせていただいたんですね。でもファンになってしまって、で今回もう一回ねちょっとご縁をいただいたので今日こういう風にして配信をしております。改めましてヒーリングピアニストの文子です。で、私はですねアメリカ海軍基地の中で、まあ中と外も両方なんですけれども、ピアニストピアノ講師として約30年間活動してきました。で今ちょっとねロックダウンでなかなかね基地の中のまあ、演奏っていうのがないのでちょっと寂しいなって思ってたんですよね。もうミュージシャンはね音楽を弾いてこそなので、もう本当にこの皆さんとねこういう時間を持てたことに、ね、もう感謝しています。もう白金ピアノスタジオさんの木村さんにも感謝です。ありがとうございますということで時々、MC が英語にありますがよろしくお願いいたします。So this is healing pianist Fumiko broadcasting from Tokyo, Japan. How are you? I've been working, like performing about 30 years at the Yokosuka Naval Base, and maybe someone recognize my face because I always play about 4 hours at the brunch, Sunday brunch.
And I really, really appreciate you all because the music brings me up. So this is just like I would like to present all my heart and my love to everybody. ということで、約30年間そうですね、演奏活動をしてきた中でいろんなね思い出もあるので、まあ、その曲も交えながら今日は皆さんとね楽しい時間を約50分間ですけれども、過ごさせていただければなと思います。よろしくお願いいたします。さて最初の曲はアルフィーという曲でした。アルフィーってそうですね、バート・バカラックってご存知ですかね。バート・バカラックってこの曲すごい大作曲で、この、まあ、バート・バカラックの曲集でね、まあ、50分弾けるぐらいなんですけれど、もうたくさんのねいい曲を、作っています。でその彼がアルフィーという曲を弾いて、たまたま私は、そうですね、彼が来日した時の、様子を見たんですけど、このアルフィーをねサラサラっと弾いてこう歌ったんですね。それがすごいよくって、で音楽って人の心と心をつなぐって私はもう信じていますし、もうそういう風にして演奏してきたんですけれど、この時代になってね、もう本当に音楽みんなに必要じゃないかなと思っていて、もうこの機会をね、心待ちにしていました。はい、そのアルフィーから始まりました、このヒーリングピアノコンサートなんですけれど、2019年の、そうです、11月にこちらに、ね、お邪魔させていただいて、その後、オーストラリアですね、オーストラリアの介護施設だったり、あとは、ね、いろんなところの東京で演奏してきたんですけど、その中でね本当にいろんな方との出会いがありました。で、一番最初にコンサートを開いたきっかけっていうよりかは、まあ、私がなぜヒーリングピアニストかっていうのをね、またちょっと、そうですね、時間がちょっと長くなるので、まあ、ここではね少しヒーリング、自分の、まあ、ピアノで何か人の心を癒せたらいいなっていう思いがあって、ヒーリングピアニストというふうにして活動を始めたっていうことだけ、お伝えさせていただきます。なんでヒーリングかっていうと、ピアノ自体がね癒しなんですね。この癒しの波動って私は言ってるんですけれど、一番最初癒しの波動をねこのピアノで作って、そのピアノを聴いてくださった方がそうですね、なんかなんて言うんでしょうかね、思い出が蘇ってきたり、なんかこうコンサートに来てくださった方がなんかちょっとすごいねポロポロ泣いていたりとか、なんか心のこう凝り固まったものをほぐしてくれるような感じがするんですね。今日はねたくさん曲をお送りしたいと思います。ということで2曲目私がいつもだいたい2曲目ぐらいに弾くのかな、ラビングユーという曲がございます。でこれはミニー・リバートンという方が、歌ったんですけれども、彼女の声はね天使の声と言われていました。もうね若くしてちょっと亡くなられてしまったんですが、この曲のカバー結構いろいろ日本でも、そうですね、たくさんの方がされていますね。ということで、ラビングユーミニー・リバートン、
ラビングユーでした。もうなんかすいません、私自身がね本当に楽しくてしょうがない もうね嬉しくってしょうがないっていう感じなんですけれども、この音の響きってすごいですね。この木村さんのねピアノ、本当に低い音から高い音とかね、コンサートでいつもねこれを弾くと なぜかわーって泣いてる人がいるっていう。でも私もこれを弾くとね、なんでしょうね、グッとくるんですよね。アベマリアです。でアベマリアっていろいろありますけれど、アベマリアです。まあね、聞いたことがないわっておっしゃる方もいるかもしれないんですけども、ちょっと聞いてみてください。Next one is アベマリア、カッチーニ。Thank you.
ということで、カッチーニのアベマリアでした。いかがでしょうか？ 普通のライブ、ね、会場ではこの曲は必ず入れますね。すごいね、好きな人がいたんですね、この曲ね。で、私この曲を弾いた時にこうずっとこう心の奥底に行くような、響くような感じがしたんですけど、皆様どう感じたでしょうか？ はい。改めまして、この白金ピアノスタジオさんのちょっとね、ご紹介というか、本当にここのね、なんでしょうね、このおとぎの国のようなふうに私は思うんですけれども、ピアノがあって、もう幸せです。そうですね、11月に来た時と、この今弾いた感じと、またピアノの音も違いますけれどもね、この防音室をね、木村さん自身が作られたということですごいなと思っています。そしてね、何でしょう、ピアノの音も違いますし、雰囲気がまた変わってますね。空気感が違うというか、一番最初にね、私が、そうですね、11月に弾いた時の、ご覧になった方は、またね、音が変わってるんじゃないかなと思って、私も後でね、楽しみにしています。はい。This is the 白金ピアノ studio and this, in Tokyo. And I really, really like this studio because atmosphere is awesome. And the piano, the sound, I really like the sound and the very, very light. It's like a high note. なんか上に行くような感じですよね。下の音なんですけれど、どうしようかな。どうでしょうかね。で、この、そうですね、ここからここまで88件なんですけれども、なるべくいろんなね、音を聞いていただきたいので、次の曲です。どうしようかな、こっちの方に行こうかな。ライブなので、ね、ちょっと曲、ちょっとこういうバーンという曲を弾きたいと思います。リベルタンゴです。これ前回私が、まあ、YouTube でね、自分の YouTube でやった時に、弾けますかって言ったり、あ、大丈夫ですよって言った曲なんですけど、ちょっとね、まあ今日もね、曇りですし、こうパッと、なんて言うんでしょうね、気分を変えるような感じで、リベルタンゴをいきたいと思います。Next song is リベルタンゴ。Thank you.
題名につけたようなリベルタイムですけれども、アストルピアソラでした。ありがとうございます。さてここでね、ちょっと、ゆっくりな曲を聴きたいと思うんですけれど、メニューをね考えてきたんですけど、どうしようかな。ちょっと20時っていうとね、ご飯をいただいてる時なので、少しね、直感で降りてきた曲を弾いていたりします。次の曲ちょっとボッサに行きたいと思います。タングの次はボッサ、なんか今日はちょっとリズム特集みたいな感じですね。ということで、なんかこうリズムの曲がどん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 ね、次々と増えてきたんですけども、私が最近ちょっとね違う、こう配信を始めた時に日本人の方にねいろんな曲を聞いてみたんですね。あの思い出の曲、そしたら、シンディ・ローパーの曲がすごいこう人気っていうのが分かって、シンディ・ローパーって知っていますかね。80年代もう結構ねポップスの中では、まあ、女王と私は思っているんですけれども、彼女の曲で、まあいい曲はあるんですけどね、どっちにしようかな。いつもね、そうですね、聴いている曲、この曲を、
皆様にお送りしたいと思います。Thank you.
much. This is Hine Pianist Fumiko Broadcasting at 白金ピアノスタジオ東京ジャパン。How are you? ということで、こちらからね、そうですね、もう、なんでしょうね、このピアノの音色をね、皆さんに届けたいっていう思いだけで、このピアノの前に座っていますけれどもね、音色どうでしょうか。本当にこのピアノさんの持つね、なんか温かさっていうのかな、まあ、あのオーナーのね、木村さんの人柄もあると思うんですけれども、この何でしょう、包み込むような愛のような、そういうね、波動を私も感じていて、すごい、ね、心地いいです。あの皆様に、その心地よさがね、広がりますように頑張って演奏させていただいております。さて、そうですね、ちょっとね、リストを作ってきたんですけれど、次の曲、この曲は、ハーモニーって、あのみんなね、これみんなハーモニーで、ハーモニーつけ、ちょっとなんか色が変わるの分かりますかね。私やっぱり音色だと思うんですよね。で、この、音色をちょっと聞いていただきたいんですけれど、 I am going to play Japanese song Sakura Sakura、先ほどもお伝えしたように、ちょっとね、いろんな配信で、アメリカに住んでらっしゃる方、日本人の方がね、日本の曲って本当に、いいわって、それでなんか一緒にね、日本の曲歌いながらなんか泣いてたりとかするんですって。で、その方がね、あの桜桜の私が、あの前に演奏したのをね、すごいこう気に入ってくださったみたいなので、ちょっとね、桜桜と、ふるさとなんですけど、聞かせていただきたいと思います。 So I'm gonna play Japanese song 桜桜 Soon it's a springtime cherry blossom and ふるさと It's just like a folk song, but this is like a hometownThank you.
Thank you so much. はい、ありがとうございます。そうですね。あと3曲ぐらい弾けるかな。私がね、ピアノで、ま、パワーをもらうように、ピアノで私ができることであれば、もう何でもしたいなと思います。そうですね。私が、今、皆様にね、お伝えしたい言葉は、これです。ちょっと曲なんですけれど。This is me. まあ、This is me ってありましたね。The greatest showman. This is me. This is the one I really inspired. I got inspired. And the lyrics is very touching. And if you have any chance, please check the video, like a rehearsal. It's very, very touching video. So I would recommend This Is Me, the rehearsal video on, I think it's on YouTube. ということで、この曲、リハーサルの時にね、これを歌う彼女が最初すっごい緊張してたんですよね。で、自信がなくて。で、リハーサルの時に、だんだん歌っていくうちに、もう今であった譜面台をね、押しのけて、自分を出して、で、最後は拍手喝采で終わったっていう、そういう場面を見て、これが私だっていうのをね、とってもいい言葉だなって思うので、もうあなたはあなたらしく、もうね、2021年過ごしていただけたらいいなっていうのを思い込めて、This is me をお送りします。So I'm gonna perform This is me from the greatest showman. Thank you.
So this is the smile and the last one. Oh, maybe I'm gonna play one more. Let's see. I just wanna tell the story that when someone asked Michael Jackson and which song is the most favorite one, he answered, smile. だそうです。マイケル・ジャクソンにね、この世界の中で一番好きな曲は？って聞いたら、スマイルと答えたそうです。なんとなくね、こう深い感じがしますよね。はい、ということで、ね、もう8時からお付き合いくださいまして、本当にありがとうございます。あと、最後のもう一曲なんですけれど、いつもですね、まあ、今はちょっとね、ロックダウン中なんですけれども、必ず最後に弾く曲がありまして、これがね、ジョー・コッカーっていう人なんですけれども。日本だと愛と青春の旅立ちかな、歌ったかななんですけども、その方が歌った You Are So Beautiful という曲があります。そして次 When You Wish Upon a Star で、2曲で、ま、このヒーリングピアノライブを終わりにしたいと思います。Thank you so much. I'm gonna play two more songs. And the first one is You Are So Beautiful. That's for all. And When You Wish Upon a Star. So thank you so much for watching. Thank you so much for listening. So I just perform for all you guys. ということで、白金ピアノスタジオからお送りしました。あと2曲こちらで、そうね、When You Wish Upon a Star が終わったらさよならになりますので、こちらでおいとましたいと思います。それではお聴きください。
Thank you so much. Bye.